今回は、三菱のミニキャブミーブに乗りました。キャブオーバースタイルの軽商用版ではありますが、ガソリン車ではなく、充電して走る電気自動車になります。現在、ミニキャブは、スズキのエブリィの OEM 供給となっていますが、電気自動車版であるこのミーブは、2011年からずっとこのスタイルです。今でもかなりの数を見かける、6代目のミニキャブと、全く同じ外観で、この個体はちょっと古いですが、今でも生産されているとは、ちょっと信じられない外観です。フロントグリルにはメッキが入っており、軽バンとは思えない、ゴージャスさを感じます。サイドトリアに貼り付けられている、電気自動車であることをアピールするデカールは、なんと純正オプションのようです。純正のデカールの割には、すぐにボロボロになるのはどうかなと思いますけどね。ドアレールの下に、くびれるようなラインが入っている他は、特徴もなく、ガソリン車の、古いミニキャブと、見分けがつきません。今回乗車した車には、横浜タイヤの、アイスガード、冬用の、スタッドレスタイヤが、装着されていました。ホイールは12インチです。この車には、なぜか、ミニカのホイールキャップがついていましたが、謎に、違和感なく溶け込んでしまっています。内装を見ていきますが、運転席周りを見る限り、電気自動車らしいと感じるものは特にありません。軽の商用車らしく、耐久性とコスト重視のプラスチッキーなダッシュボード周りです。アクセルペダルは、吊り下げ式となっています。やはり、インストルメントパネルを見ない限り、普通のロングホイールベースの軽バスと見分けがつきません。タイヤハウスがせり出してしまっているため、足の置き場が少し窮屈です。空調は、つまみを動かすマニュアルタイプで、セレクトレバーは、ストレート式となっています。収納関係は、グローブボックス以外に特になく、設計の新しい軽バスの方が、親切な感じがします。後部座席に乗ってみます。身長177cm の私だと、膝周りの余裕はあるものの、座面がとにかく低いので、体育座りのような格好になります。また、シートも真っ平らなベンチのようで、快適性はありません。一般的な軽商用車と同様、後部座席は、長時間の乗車には向いていません。貨物スペースは、現行モデルの数値ですが、長さが 1830mm、幅が 1370mm、高さが 1230mm です。現行の、ガソリンエンジンのミニキャブ、つまり、OEM 元の、スズキのキャリーと比べると、若干小さい数値となっています。おそらく、バッテリーを搭載する関係だと思うのですが、スペアタイヤが、荷物スペースを、侵略しているのが痛いです。商用車とはいえ、どうせそんなに航続可能距離は長くないのですから、パンク修理キットで対応ということも、手としては考えられるところです。充電は、車の左側に、急速充電、いわゆる、チャデモ規格のコネクタが、右側には、普通充電のコネクタが装備されています。航続可能距離は、現行の、上位モデルだと、満充電で150キロ。下位モデルだと100キロです。エアコンの使用などを考えると、下位モデルの購入は、現実的ではない気がします。充電時間は、上位モデルの場合、急速充電で、80% まで35分、200V の普通充電の場合、からの状態から、満充電まで7時間、100V だと、21時間かかります。導入する場合、200V の電源は、確保した方が良いかと思います。モーターは、後輪に直結されています。最高出力41馬力で、最大トルク20キロです。トルクは大きいですが、馬力は、最近の軽自動車と比較しても、小さめと言えます。電気モーターは、伝達ロスがほとんどないので、内燃機関と比べて、実質的に、数割増しの出力があると考えた方が良いです。Thank you.
後編では、ミニキャブミーブの走りや乗り心地について検証していきます。